い、皆さんこんにちは。今日のテーマはこれだ。はい、ということでね、今年ももういよいよね、あと2週間なっちゃいましたね。早いっすね、1年経つのは。ほんとね、なんだろう、年がね、上がってくるとね、だんだん早くなってくるって言いますけども、まあだんだんね、やっぱり早くなってきちゃいました。まあ去年も2018年でね、私的コーヒー雑貨っていうのね、やりました。で、今年ももう暮れなのでね、せっかくなので、2019年、もう令和元年ですね、の、私的コーヒー雑貨ですね、今年もやりたいと思っております。で、今年はですね、去年にね、続きまして、もう私のランキングはね、もう3つだけ、3つとプラスアルファ1個のみ、みたいな感じでね、去年はもっとやったか。いや、ランキングはね、3だったんだけど、その他の、いろんなね、雑貨をいろいろご紹介したかなという記憶が残ってまして、去年のね、年間で私的コーヒー雑貨は1位がコマンダンテでしたよね。やっぱね、ステンレスミル、高級手引きミルというののね、なんかまあ、ある意味、だいぶ、こう、広まってきた年だったのが去年だったかなっていう印象がありますね。で、なので、コマンダンテが1位だったと。で、2位が確か、ビアレッティのブリッカの新タイプの方だったかな、と思いますね。まあ、あれもね、まあ、私的なので、まあ、僕の好きなね、マキネッタ部門の中から、ノミネートという形で、やりました。で、3位がね、クルーブという、こう、流動を揃えるね、よくドリップ選手権かなんかで選手がよく使ってる、よくメッシュを揃えるために、コーヒーをね、網にこう、腰、なんつうんですか、ふるいにかけて、粒のね、大きさを揃えるといったような、かなりね、しっかりとしたアイテムで、クルーブというのがね、あるんですね。それが3位だったかな、去年はね、確かそういった感じでやりました。で、今年なんですけども、やっぱりね、その年によってね、やっぱり特徴って変わるんですね。不思議ですよね。やってて面白いんですけども、去年はそういうステンレス系のものが出てきて、流動を揃えるとか、そういったものがね、結構こう、バッと伸びたっていう年だったんですけど、今年はね、なんといっても僕が印象に残ってるのはですね、いわゆる幕開けなんですよね。幕開け、いわゆるクラウドファンディングで出てきたアイテムというのが今年はね、トレンドだったかなというふうに思いますね。で、その他にもそのステンレスミルのね、こう手引きのコーヒーミルが、まあ、引き続きね、去年コマンダンテがドーンっていきましたけど、その後に追随してね、タイムモアもね、去年の後半だったかな、タイムモアは。なのでね、ランキングにちょっと入んなかったんですけども、今年もね、そういった手引きミルなんかもすごかった。で、その後にね、まあ、それやっちゃうとね、ランキングのあれ、ネタバレしちゃうんですけども、やっぱ今年はなんといっても、そのクラウドファンディングのね、から出てきた商品たちなんかやっぱ力があったかなっていうね、印象がありますよね。あと、やっぱりね、ミル、今年はね、結構僕の動画で言ってるんですけど、ミルがね、本当にこの日本の国内ではすごいこう、どーとなんかこう広まってったっていう印象があるかな。要はあれなんですよ、性能のいいと言いますか、精度がいいね、高いんだけど精度がいい手引きのミル系と電動ミル系も比較的価格が抑えられてコンパクトっていうのがありましたね。それがね、やっぱり今年はいろんなメーカーのが出てきましたね。でね、もう一つやっぱキーワードがやっぱり後でも出ますけども、ランキング入ってるんでね、USB で充電ができるとかね、そういったものがなんかいろいろ出てきましたよね。それもね、時代の流れ、2019年で、ね、その USB っていうのもね、結構テーマだったかなというふうに自分ではね、振り返るんですよね。やっぱり今年もね、そういった面でやっぱり特色というのがやっぱりこう考えてみるとね、こうやって出てきますよね。クラウドファンディング、そして USB、 そして高性能なミルとかね、コンパクトなミルとか、やっぱ特徴ってありますよね、それぞれね。だそれもね、やっぱり面白いかなと思います。はい、では早速ね、やっていきたいと思います。ではですね、
今年、2019年私的コーヒー雑貨第3位は、はい、こちらでございます。これちょっと最近でね、かなり新しいんですけど、僕の中ではね、でも今年だったと思いますね、これも出てきたのがね。はい、これはライソンホームコーヒーロースターってやつですね。いわゆる、自宅で気軽に、焙煎しましょう、自家焙煎できますよっていうような、要はホームロースターなんですよね。でなんでこれを3位に選んだかって言いますと、とにかくシンプル機能なんですね。本当に深入り浅入りみたいな感じ、もうこれしかないんです、ボタンは。で 60g を、電気で焙煎するタイプなんですね。なんですけども、なんで今年これを3位に選んだかと言いますと、今までの、焙煎機、業務用はとりあえず置いといてですね、ホームユースで使う焙煎機ってのはもちろんあったんですよ、今までもね。なんですけど、同じコンパクトですごい音が鳴ってで、なんかね、自分でこう揺らさなきゃいけないとかね、回らないタイプとか、回るんですけどちょっと大型になっちゃったりね、でちょっと価格も上だとか、まあ、いろんな焙煎機を扱ってきましたけども、で直火でね、自分でぐるぐる回すやつとか、こうキャンプでね、こうやってあの手焙煎やるやつとかね、まあ今年もいろいろ出たんですけども、その中でこれあえて電気式のね、簡単に誰でもポチッとボタンを押すだけでできますよっていう、このライソンを選んでみました。で、電気式というのは正直ね、賛否両論あるんですよ。まあコーヒーの入れ方とかね、見るとかも賛否両論ばっかなんですけどね、まあ、それはたくさんのね、いろんなものがあって、人選ぶ人たちの好みがあって、それはね、だから楽しいっていうのがあるんですけど、この電気でやる焙煎っていうホーム系のものもね、いろいろありましてですね、まあ手焙煎とか直火とかでやる方は、まあ、電気じゃそんなにうまくねできないよという意見はやっぱりあるんですけども、今回のこのライソンに関してはね、ボタン一つっていうのがね、また面白いなと思いました。ダーク深入りでね、僕よくこれでやってみるんですけど、まあ、約20分でね、しかも、焙煎をした後に、送風機能がついてるので、そのまま冷やしてくれるっていうね、機能がついてるんです。それはね、素晴らしいなと思いました。こういった電気系のね、こういったホームユースの小さいものに関しては、焙煎した後、ぐるぐる回すね、直火でも同じですけど、焙煎した後ですね、やっぱりクーラーみたいなね、こう扇風機みたいなやつでこう冷やす、ちゃんと。そうしないと、焙煎がね、狙った焙煎で終わったのに余熱でこう進んじゃったりするんですよ、焙煎が。なので、こういったね、ボタンピッと押して、ウィーンって回って扇風機みたいなね。で、よく僕も冷やしたりしてました。なんですけども、それがもう、これでワンタッチで、オールインワンでできちゃうよと。そこまでやって終わりです、みたいな感じ。っていうのがね、まあ、素晴らしい。よく気づくなという感じでした。あと、60g なんで、ちょっと容量は小さいんですけど、まあ、自宅で気軽にやるんだったら、それでいいのかなっていうね、感じはしましたよね。でデザインもなんか今どきな感じで、コンパクト、そして軽いということで、今までのこういったものはね、後ろにこうなんかヒーターみたいな、ランドセルみたいなの背負ってるのが結構あったりしたんですよ。なので、結構ね、かさばったりしたんですけど、これはね、ほんとコンパクト設計にできてる。うん、これもね、また素晴らしいなというふうに思いました。で、最初に、一番最初冒頭に言った通り、これもね、クラウドファンディングから生まれたね、商品になりますね。でこれですごい集めたそうですよ。なんていうんですか、その受注っていうんですかね、その金額を集めた、これまですごかったらしいです。うん、まあ、それだけね、やっぱり、今どきな感じのホームロースターということですね。まあ、その代わり、焙煎にすごい細かくこだわるとか、もうやっぱり火だよと、豆に火は直火じゃないとやっぱり中まで通んないよっていう考えの方は向いてません。なので、これはこれで、こういったものということで、なりますね。なのでね、それは自分の、焙煎のね、スタイルがあるので、あくまでね、これはこういった電気式のホームユースで誰でも簡単に、ピッと押せば焙煎できちゃうよっていうね、感じのものです。あとね、価格が2万円なので、手軽ですよね。
なんか今までね、そういうのちょっとやってみたいなと思った方にはおすすめです。とね、3位、これはね、いいと思います。僕的にね、今年はライソンが第3位でございました。はい、ではね、ここで第3位の次に一つだけ特別賞を、ちょっとね、やりたいなと思っております。2019年私的コーヒー雑貨、特別賞は、はい、こちらでございます。すいません、先週やったばっかでね、なんだよって思う方いらっしゃるかもしれません。どうしてもね、私マキネッタ好きなんで、今年はね、あともう一つ理由があります。今年はビアレッティ、生誕100周年ということでね、先週もね、おめでとうございますって言ったんですけど、改めてね、今年おめでとうございます。100周年ですよ、この道具。ね、すごいちゃんと100アニバーサリーって書いてますね。すごい、1919年からですよ、これあるのかね。いや、これをね、記念すべき年なので、特別賞ということでね、これが今回ノミネートいたしました。マキネッタはね、本当にイタリアの方では一家に一台と呼ばれてるぐらいメジャーなね、コーヒー抽出機になります。すごいね、濃厚で美味しいモカコーヒーがね、入れることができます。まあね、毎回説明するんですけど、エスプレッソ、直火式エスプレッソマシンとは言われてますけど、正確にはエスプレッソとは言わないんですね、これで抽出したものは。ちょっと圧が足りないと。エスプレッソというのは吸気圧をしっかり出してエスプレッソになるんですけども、もっと気軽にそれこそ自宅で、コーヒーが飲めるといいねということで開発されたのがこの直火式のね、マキネッタという道具になります。向こうではモカポットとかね、モカとか呼ばれてるみたいですけどね。火なのでね、2気圧ぐらいなんですね、圧が。だけど濃厚な美味しいコーヒーができるので、イタリアの方では広く広まったということになります。はい、これがね、今回はビアレッティ社の100周年モデルですね。これが特別賞ということになります。はい、それでは、2019年、コーヒー私的コーヒー雑貨第2位は、はい、こちらでございます。ジープロになりますね。これも今年のそのテーマ、クラウドファンディングでね、有名になったミルですね。これはね、今年初めぐらいだったのかな、これはね、なんですけど、要は手引きミルなんですよ。なんですけど、去年からのね、そのだんだんこう上がってきたステンレス製の、優れた高性能な手引きミルということでね、これの G プロの素晴らしいところなんですけども、こういった手引きにしては珍しいですね。ここ外で引き目調整ができると、こういった感じでね、これがね、画期的だったんですよ。よくそれは思いついたなという感じですよね。で、中は、ステンレスバー薄ですね。ちょっとあまりね、これ見えないんですけども、こういった感じのステンレスバーで、先ほども言った通り、粒度、いわゆるメッシュですね、コーヒーの粒をより揃えてくれるという手引きミルになりますね。今年に入ってね、こういった G プロ、こういったこと出てきまして、いろいろね、こういったエアダスターがこうついてるとか、粉をね、シュッシュッシュッと飛ばしてくれたりとか、細かいところにも目を配ってる感じがいたします。で、今年はですね、この手引きミル、それとね、なんつうのかな、今回代表でね、今年は G プロって2位になりましたけど、僕の中では手引きミルかなっていう気もするんですよね。はい、こちらもね、忘れちゃいけません。タイムモアのね、 G1 と、これはナノになりますね。このコンパクトさがすごい良くて、ステンレスの薄でもうジャキジャキ切れる、そして粒度をすごい揃えてくれるのでね、コーヒーがよりね、クリアな味を目指せるということで、今年もね、この手引きの高性能のコーヒーミルは、本当ね、すごい台頭したなという年になりました。で、選手権、去年のね、その3位に入りましたクルーブって、メッシュを揃えるもの、それもね、引き続き今年も結構出回ってはいたような気がしますけども、
このね、あえて高性能なミル、まあ、コマンダンテしかり、Gプロしかり、タイムモアしかりね、この高性能なものであえて引いてドリップ選手権なんかね、出るという方もいらっしゃるぐらい、まあ、バチッとこう引いてくれるということなんですよね。なので今年もね、手引きミル、今年これですね、まあ、G プロ、そしてタイムモアですね。まあ、コマンダンテもね、まあそれは去年やったので、まあいいかな。この2つですかね。まあ、言うなれば第2位はこの2つ、手引きミル2つですかね。G1、タイムモアの G1、そして G プロという感じになりますかね。はい、ということで今年の第2位はこの手引きミルたちでした。はい、ではいよいよやってまいりました。2019年私的コーヒー雑貨第1位は、はい、こちらビタントニオでございます。まあね、ちょっとこれ去年にね引き続きねミルになっちゃいましたけどね、はい、ただそれだけねこれもね勢いがありました、このビタントニオ。今年はね、まあ僕の記憶も新しいというのもあるのかもしれないですけどね、ただねこれはねすごい良かったです。いろんなものがね良かったと思ってます。まず先ほど言いました通り、これもねいわゆるクラウドファンディングから生まれた商品になりますね。はい、で、これはね電動ミルなんですよ。電動ミルで、こんだけコンパクトにできていて、ごめんなさい結構使った後なんで、まあ、ステンレスウスと使っているということでね。であと面白いのは、ボタン一つでね、こうで引き終わったら自動的に止まってくれるっていうね機能がついてます。あとはここにねピトとありますけども、充電、これもねいわゆる USB でも充電ができると。あ、もちろん普通のねコンセントでもできますけどね。はい、でポータブルですね、コードがない、外せるで、充電がね充電式の電動ミルと、でステンレスバナンですごいねしっかりと流動を揃えてくれると、で自動で止まってくれる、もうこれいろいろ機能が揃ってるんですよね。何もそれプラスコンパクトですね、まあ、なのでこのねビタントニオに関しては高性能、コンパクト、そして充電式で煩わしいコードもないってみたいな感じなので、しかもアウトドアとかね持ち運びにめちゃくちゃ便利と。で、今までのね、半業務でも使っていた、大きなねミルに負けず劣らず、そしてもっとすごいんじゃないかぐらい高性能な、ウスを使っていると。まあね、充電式なのでいつかバッテリーはね、ガタが来るかとは思いますけども、まあ、それもね、まあ、他の普通のミルだもうそれはそれで消耗するのは当たり前なので、まあ、そこはねそんなにデメリット面ではないかなと僕は思ってますね。うん、なので、まあ、今のところ僕はねすごいこれはベスト、自分的にはすごい気に入りました、このね、ビタントニオのね電動グラインダーは。そんな感じですね。はい、ということでですね、今年はね本当に特色のあるやっぱ年でした。まあ、毎年ね特色はあるんですけどね、いや本当にね、今年もいろんなコーヒー雑貨が出てきてすごい楽しかったですね。なかなかね落ち着かないところもあるんですけどね、最近ねやっぱりコーヒーの自宅カフェとかもね、だんだん皆さんこう流行ってきた感じもしますし、嬉しいですよね。そうするとやっぱりメーカーさんが気合が入ってきて、こういったね、個人ユースでもすごい優れたね、雑貨なんかを出してくるということで、いい循環がねこう生まれてくるのかなというふうにね思ったりいたします。はい、本日もご視聴ありがとうございました。今年のね、コーヒー雑貨という形で載せました。以上ね、この動画、いつ載せようかな。一番最後かなとも思ったんですけども、よくね、音楽祭なんかも結構早めにやったりするので、これ編集終わり次第、すぐにね、載せたいなと思っておりますんで、はい。まあ、まだ今年もありがとうございました。早いんですけど、
まあ、一応この動画をもちまして一応今年もねありがとうございましたみたいな形にしようかな。でその後もね、アイテムのね動画を載せるかもしれないんですけども、一応今年はね、一回区切りという形で、したいと思います。2019年もね、本当にご視聴いただきましてありがとうございました。またね、来年もいろんなコーヒー雑貨にね、触れていきたいなと思っておりますので、ぜひ今後も、よろしくお願いいたします。はい、ではね、今年も、ありがとうございました。よろしければ、この動画をね、絡み始めていただいた方、よろしければチャンネル登録などいただけましたら幸いでございます。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。そして、良いお年を、お迎えくださいませ。バイバイ。